ジェイス・モロー・ランビンは、アメリカ合衆国テキサス州出身の宇都領だの、元プロ野球選手。現在は、テキサス・レンジャース参加トリプル A 級、ラウンドロック・エクスプレスの打撃コーチを務めている。2002年の MLB ドラフト34巡目で、ニューヨーク・メッツに指名され契約。以後は2006年までメッツのマイナーに、2007年からは、フロリダ・マーリンズ参加のトリプル A 級ニューオーリンズに。 所属。ロッテ時代2009年1月16日に、ゲイリー・バーナム・ジュニアと共に千葉ロッテ・マリーンズと契約を結ぶ。二類を中心に内外やどこでも守り、同年は、投手、捕手以外の七つの守備一すべてにつく。スタメン、代ダ打ダ、ダイソー守備がために起用されるも、打率は、192と結果を残せなかった。同年10月7日、 球団は翌シーズンの契約を更新しない旨を通知する。2010年はワシントンナショナルズとマイナー契約し、参加のトリプル a 級シラキュースでプレーした。2011年4月27日2011年はミネソタツインズとマイナー契約を結ぶ。2012年2月15日にマイアミマーリンズとマイナー契約を結ぶ。2013年3月30日に 独立リーグアトランティックリーグのシュガーランド、スキーターズと契約を結ぶ。2013年5月30日にカンザスシティロイヤルズとマイナー契約を結ぶ。2014年4月8日にシュガーランドスキーターズと契約を結び復帰した。同年限りで現役を引退した。引退後はテキサスレンジャーズ参加のマイナー球団で打撃コーチを歴任しており、2015年は ショートシーズン A 級のスポケーン・インディアンス。2016年は、ルーキー級のアツル・レンジャーズ。2017年は再び、ショートシーズン A 級、スポケーン・インディアンス。2018年は、A 級のヒッコリー・クローダーズ。2019年は、A 級のダウン・イースト・ウッド・ダックスの打撃コーチを、務めた。2021年からはこの年から、レンジャーズ参加トリプル A 級に戻った。 ラウンドロックエクスプレスの打撃コーチを務める。ロッテでの応援歌の原曲は、ビッグバンの赤い夕焼け。ヒーローインタビューの際には、お立ち台からスタンド手前まで向かい、自身の応援歌を BGM に、ランビンダンスを踊る。ありがとうございます。